皆さんこんにちは、大村ケーブルテレビの久保春奈です。皆さんこんにちは、大村市長の園田博史です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや市長、お久しぶりです。はい、そうですね、今年度に入って新型コロナウイルス感染症の影響とか、豪雨災害、台風と続きましたので、一人でこのシティナビに出演させていただく時がちょっと続いていたんですけど、久しぶりにですね、こうやってアクリル板越しではありますけど久保さんのお顔を見れてですね、嬉しいです。ありがとうございます。やっぱり対話をするっていうのはそうですね、いいですね、大事ですね。はい、この間、いろいろ災害があったりということでしたけど、大村ケーブルテレビさんで、このほどアプリを作られたということで、教えてもらっていいでしょうか。はい、そうなんですよ。実はですね、先日大村ケーブルテレビで iPhone と Android ともにダウンロードができるアプリのサービスを開始いたしました。やはりですね、一番の目玉は大村市が発信している防災ラジオをいつでもどこでも聞けるということなんですよ。また近年自然災害も多発していますので、河川水位情報やダムの貯水率、ハザードマップなども確認することができます。また合わせて大村ケーブルテレビのコミュニティチャンネルの放送予定も確認することができますので、こう見逃しなどをですね、防止することもできますっていう、本当にとってもいいアプリができました。素晴らしいですね。はい、私も早速ダウンロードしていますので。 ありがとうございます。これ本当にこうやってコンテンツごとに分かれていて、防災ラジオを防災メールで発信した、聞き直しがですね、前回の聞き直ししかラジオできないんですけど、これを20回遡って、聞き直しができるということが一番我々としてもありがたいなと思ってますし、また河川とか道路の災害時の状況を、停電カメラを使ってですね、放送を、リアルタイムでケーブルさんでできる、こちらでも確認できると、いうことで、非常に安心感にまたつながるなと思っています。そも私市の職員にも、また大村市としてもですね、情報発信一生懸命頑張ろうということを言ってるんですけど、やっぱりこうやってケーブルさんがされてるみたいに、アプリで何かしらのついでに情報を得ることができるとか、でこれは携帯がこうやって閉じていてもですね、プッシュ通知でチャリンと今更新されましたということで、お知らせが来るので、そういったプッシュ機能があるというのがまた非常に素晴らしいなと思っているので、ぜひ皆さんもこの大村ケーブルテレビのアプリをですね、ダウンロードいただきまして、安全安心な大村市をみんなで作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大村ケーブルテレビに加入している方も加入していない方もですね、ダウンロードできるので、本当に多くの方にダウンロードしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さて市長、今年はですね、コロナの影響もあり、多くのイベントが中止となってしまいましたけれども、久しぶりに大きなイベントが大村で開催されるんですよね。そうなんです。もう久しぶりに開催されることになりまして、私もワクワクしています。はい、ということで今回のシティナビのテーマは大村秋祭りとご当地自慢グルメフェア in 大村についてです。市長、簡単にイベントの概要を教えてください。はい、毎年本当に多くの市民の皆さんはもちろんですけども、県内からもまた県外からもたくさんお越しいただいているこのグルメフェア、はい、県内の、いろんなグルメがこの一堂に会すわけですけども、今回はですね、なんと49店舗、ね、県内から集まりますので、非常に幅広い豊富なメニューが、皆さんが大好きな、いろんなものが楽しめるんじゃないかなと思ってます。うん、でこれといつも秋祭りを、大村秋祭りを、組み合わせて開催をしていますが、これがですね、なんと今年は今までイベントができなかった久しぶりのイベントということで、この思いをですね、爆発させようということで、2日間続けて11月の7日、8日、土曜日、日曜日に開催をいたします。今年は本当にグルメフェアの方は本当夜遅くまでですね、されるということで、はい、またステージイベントも盛りだくさんですよね。はい、県内でいろいろ活躍をされている方々はステージイベントに出演いただきますけども、秋祭りでは例年同じように、久保さんも、ね、小学校の時に出演をされていた三条子ども太鼓だったりですね、はい、クジラ太鼓だったり、また、今年は
子踊りが出演をされるということで、非常にあの郷土芸能も毎年楽しみにされている方いらっしゃいますので、まあそういった県内のイベントまたは郷土芸能、まあ大村市のですね、そういったことも合わせて2日間両日楽しんでいただけるのではないかというふうに考えています。何か市長が楽しみにされていることとかあったりしますか？私はですね、まあ、グルメフェアの、その今回49店舗ですから、まあ、幅広いそういったいろんなジャンルのですねグルメを楽しみたいなということはまず第一ですけども、まあ、一つちょっとおすすめなのは、一昨年ですかね、ボヘミアン・ラプソディがまあ流行りましたけども、まあ、このクイーンのもう超完全コピーバンドキュイーンが、この土曜日出演をされるということ で、あの大村市の方もですねメンバーに入られてますけど、まあ、一つ楽しみかなと、まあ、それともう一つはやっぱり秋祭りの郷土芸能クジラ太鼓、三条子ども太鼓、そしてスコードリと、まあ、子どもたちが活躍している姿をですねぜひ多くの皆さんに楽しんでいただきたいと思います。また会場ではコロナウイルスの対策などもしっかり取られるとお聞きしました。はい、先般の議会でも可決をいただいて、この度ご購入させていただきました AI のサーマルカメラを2台ですね入り口のところに設けて、まあ、体温を確認をすることができます。で例年は桜ホールの駐車場で開催をしていましたけど、今回はあのボート場の第5駐車場第4駐車場、まあ、こういったエリアを活用をして広い中でですね店舗さんにお店を構えていただいて飲食をしていただいてステージを楽しむという形で、まあ、イベントの会場自体が広いですので、まあ、その中で密を防いでまた入り口ではしっかり検温をしてということができますので、まあ、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと講じた上で皆さんに楽しんでいただきたい、そういうふうに考えています。本当久しぶりのイベントということでこう市民の皆さんと一緒になって楽しみたいですよね。そうですね、もう、はい、嬉しい美味しい楽しい、うん、ぜひこの2日間お越しいただきたいと思っています。はい、それでは市長最後に市民の皆様に一言メッセージをお願いします。はい、市民の皆さんこんにちは、大村市長の園田博史です。この度ですねまず冒頭にご説明をさせていただきましたが、大村ケーブルテレビさんがとっても素敵なあのアプリを開発をされました。これはあの防災または新型コロナウイルス感染症のいろんな情報というのもプッシュ通知で更新をされていきますが、加えて、まあ、ケーブルさんあのいろんな会場に取材に行かれてます。テレビをご覧の皆さんまたはケーブルテレビに入られてない方もですね、例えば自分の子供の運動会とか地域のお祭りとかケーブルテレビさんが取材に来てたなということあると思います。それ見たいなっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう情報もこちらにあのアップされます。ぜひですねそういった形で、災害とまたは大村市といろんな情報をゲットしていただきたいと、アプリをダウンロードしていただきたいと思っています。加えて、この間なかなかイベントができなかったですが、この大村市または大村商工会議所また大村市観光コンベンション協会各種いろんな団体がですね準備に準備を重ねて新型コロナウイルス感染症の対策をしっかり講じた上でこの11月7日8日2日間ですねご当地グルメフェア、そして大村秋祭りということで開催をさせていただきますので、これまでなかなかですねイベント参加をできなかった、また家族連れでなかなかお出かけできなかったという方もですね安心して、この2日間楽しんでいただきたいと思っています。しっかりと感染症対策を講じることも大事ですが、繰り返しですが地域の経済を回していくということ、地域の皆さんと交流を育んでいくということ、これが大村市を活性することにもつながりますし、これが災害を防ぐ、災害の時にみんなで対応を頑張るということにもつながっていきますので、ぜひお越しいただきたいと思っております。皆さんのお越しを心からお待ちしています。市長ありがとうございました。ありがとうございました。